はい、マッチを良くすると細谷秀明でございます。日時はですね、2021年7月の今日は3日でございます。はい、今現在ですね、東京都議会議員選挙行われております。はい、場所はですね、立川市選挙区でございます。はい、立川市のですね、この、選挙、掲示ボード、選挙掲示板ですか。はい、市議会議員選挙とかもそうなんですけれども、このようにね、天然素材というか、ベニヤそのものをですね、利用している感じですよね。はい、茶色の感じ、本当にですね、ベニヤという感じですね。はい、リサイクルでしょうか。はい、非常にですね、いい感じの作りの、掲示板でございます。立候補している方ですね。はい、エントリーナンバー1番、石飛香織さんですね。石飛香織さん、都民ファーストの方でございます。はい、キャッチフレーズは、女性の声を都政にお届けしますということでございます。はい、エントリーナンバー2番、酒井さんですね。酒井大志さんですか。はい、立憲民主党からね、出馬しておりますね。はい、キャッチフレーズはですね、都議、4期やられてるんですね。はい、続いていきます。はい、エントリーナンバー3番、清水浩二さん。はい、清水浩二さんでございます。はい、自民党ですね、自民党公認、公明党推薦ということでございます。はい、立川市議会議員のですね、方もですね、応援しているみたいでございます。はい、立川市のですね、東京都議会議員の、立候補者の方は、このような状態となっております。はい、現場からは以上でございます。街を良くすると細谷秀明でございました。